こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。さて何が行くのでしょうか。ロンドンユニーク前に行きそうです。シュアジュピター、それに続いています。さらにはビクトリースイング、10番オーリエット、その後ろ後方に控えたのがトロピカルダイヤ。先頭に戻りましょう。先手を取ったのはシュアジュピター。これに続くのがロンドンユニーク、すぐ後ろにミッキーシャンデリア、黄色の帽子、ビクトリースイング、その後ろすぐ後ろにワルターズウィッシュ、並んで10番オーリエット、クワイエットボックス、この馬もこのグループ、シーサンダース、すぐ後ろ、その後ろにウィンドシャープ、メモリーズオブシルバー、すぐ後ろ。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。前はシュアジュピター、まだ粘っています。2番手はエアグルーヴ、これは絶好の手応え。オーリエット3番手、さあエアグルーヴ、このまま逃げ切れるかどうか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエアグルーヴ。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。残り 200m、 エアグルーヴ後続を大きく引き離しました。後ろはどうだ。2番手はメモリーズオブシルバー、完璧です。圧倒的な強さを見せましたエアグルーヴ。1着、2着はメモリーズオブシルバー。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エアグルーヴ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのベルモントパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはブレイリーチャート、綺麗なスタートを切りました。ダブルキネマ前に行きそうです。マーリン、それに続いています。さらにはジョンズコール、14番タイムトゥマスク、その後ろヤグリ、どうやら後方からの競馬では。前の方からダブルキネマ先手を取りました。その外にジョンズコール、その外からマーリン、その外にタイムトゥマスク、トロットバンク、そのうちに続いています。この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはブレイリーチャート、その隣にジョンズコール、すぐ後ろにエプソムブライドル、黒の帽子サンシャインリボーン、その後ろすぐ隣にマーリン、ダブルキネマ、そのうちに続いています。その外にタイムトゥマスク、その隣にビーチジェム、並んで5番トロットバンク、チーフベアハート、この馬もこのグループ、すぐ後ろにアーバンムード。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。この辺りで先頭が変わりました。エプソムブライドル、ここで先頭が入れ替わりました。ブレイリーチャート、エプソムブライドル2番手に控えました。ジョンズコール3番手、カワチシェルいい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭はジョンズコール、その外からはマーリン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はジョンズコール、残り 200m、 先頭はマーリン。カワチシェルいい足で追い込んできました。ジョンズコール追いすがります。マーリン先頭だ。マーリン、マーリン1着、2着にはどうやらジョンズコール、勝ったのはマーリン、見事な勝利です。
こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬綺麗に揃いました。さあ先行争い何が行くんでしょうか。ルソー前に行きそうです。レインボーアンドレそれに続いています。さらにはオリグロート、9番藤山ビクトリー、その後ろダンスデザイン、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはオリグロート、その外からルソー、その後ろにスパイホルム、その隣にマッハエイジ、すぐ後ろに宇治山ビクトリー、レインボーアンドレ、そのうちに続いています。では前の方から、先手を取ったのはルソー、その隣にスパイホルム、マッハエイジ、そのうちに続いています。青の帽子オリグロート、その後ろ少し開いてヴィーナスドゥライン、並んで9番宇治山ビクトリー、スウェイン、この馬もこのグループ、内からはレインボーアンドレ、並んで12番ケアレストラック、成田ブライアン、後ろから 1000m を通過、少々スローペース、後方の馬は届くでしょうか。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬一塊です。もう一度先頭から、先手を取ったのはスパイホルム、その隣にルソー、その横にマッハエイジ、その外から宇治山ビクトリー、内からはレインボーアンドレ、並んで7番オリグロート、すぐ後ろにスウェイン、その隣にジャスミンウィッシュ、すぐ後ろにケアレストラック、黒の帽子ダンスデザイン、その後ろすぐ隣にヴィーナスドゥライン。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。スパイフォルム先頭、差はほとんどありません。2番手はマッハエイジ、先頭を捉えるか、成田ブライアン、いい足だ、ここから勝負をかけます。スウェイン頑張る、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭は藤山ビクトリー、藤山ビクトリー先頭、残り 200m、 スウェイン伸びてきた、残り 100m、 スウェイン粘る、一気にシングスピール、シングスピール、シングスピール、1着2着にはどうやらスウェイン、勝ったのはシングスピール、見事な勝利です。こちらイギリスのエプソムダウンズ競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬揃ったスタートです。まずは先行争い何が行くでしょうか。メジロブライト前に行きそうです。スケベ人間それに続いています。さらにはアントレプレナー、7番ヘッドメンバー、その後ろリムノス、後方からもう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはデニーザディップ、スケベ人間、そのうちに続いています。内からはアントレプレナー、メジロブライト後位をキープ、その外にデザートキング、その外からミルフォードコレクター、もう一度先頭からアントレプレナー、先手を取りました。間が空いてスケベ人間、ベニーザディップ、すぐ後ろ、その後ろにデザートキング、メジロブライト後位をキープ、その外にミルフォードコレクター、さらにはカイタノ、その外にデイラミ、さらにはエッドメンバー、並んで11番ルーソバージュ、プレザントカンプ、そのうちに続いています。 1000m を通過しました。ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭からベニーザディップ、先手を取りました。その後ろにアントレプレナー、スケベ人間、それに続いています。黒の帽子デザートキング、その後ろメジロブライト後位をキープ、並んで11番ルーソバージュ、ミルフォードコレクター、この馬もこのグループ、すぐ後ろにデイラミ、並んで10番ビューティーアピール。トッテナムコーナーを回って長い長い直線に入りました。ベニーザディップ先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はスケベ人間、手応えは悪くありません。前を捉えられるか、メジロブライト伸びてきた、ここから勝負をかける、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。ここで先頭はアントレプレナー、アントレプレナー先頭、残り 200m、 アントレプレナー先頭だ、残り 100m、 ペイラミ抜けた、シルバーペイトリアーク迫る、ペイラミ先頭だ、ペイラミ1着、ペイラミ1着、2着にはどうやらシルバーペイトリアーク、勝ったのはペイラミ、見事な勝利です。